北に実るは、囲碁の騎士。兵庫県神戸市出身、鈴木ため次郎名誉球団門下、球団。北に道場主催、四十宝賞受賞。十四位、君二頭髄法賞日本ーミー語伝道入り、大倉賞受賞者。二十世紀の騎士の中でも指折りの存在とされており、合成元とともに、大正時代から活躍。また、自宅を北に道場として、 内弟子を取り、タイトルを争う、トップ騎士から普及に専念する、地方騎士まで多くの騎士を育てた。弟子たちは1970年代初頭から1990年代半ば頃まで、タイトル戦線を席巻し、現在孫弟子まで含めた一門のプロ騎士は50人、以上、段位の合計は500段を突破している。弟子に、大竹秀夫名誉五世、加藤正夫名誉王座、 24世、本因坊修法、竹宮正樹球団、小林光一名誉規制。25世、本因坊地君、小林里志球団、他多数。若くして、天才と呼ばれ、1924年に、日本棋院が設立されるとすぐに参加している。そこで、中国から来た、合成源と出会い、後に彼は友人でありかつ、最大の公的主となる。この頃、 宮山太郎が経営する大相撲の二所の関部屋に居候して日本棋院へ通っていた。北にと後は1933年から1936年頃に新布石と呼ばれる革新的な序盤理論を発表している。彼らは1939年から世紀の対局とも称される鎌倉十番号を打ったが、その結果は呉の勝利に終わっている。 本因坊には3度挑戦して、獲得は失敗するなど、大タイトルには恵まれなかったが、新布石をはじめとした新基軸を多数草案した。また全国から優秀な少年を集めて育成した北に道場からは多くの大騎士が巣立ち、昭和後半のタイトル戦線をほぼ独占するほどの勢いを示した。退職官であり、ある時には朝5杯、昼6杯、 夜7杯と丼飯を食い上げたと言われる。1923年の関東大震災には、鈴木ため次郎の神田の下宿で遭遇し、昼食にかかろうとする時で、北にはお鉢を抱えて、外に飛び出した。騎士の小林玲子は三女。小林光一名誉三冠は無子。騎士で女流、本因坊などを獲得した小林泉は孫。 元五冠王の長久九段は孫の夫。騎士の長心清はひま子。北にの気風は障害何度も変化している。定段時代は戦闘的な気風で、海道丸の異名を取ったが、五段時代に新布石を発表してくれ九1936年頃からは実利を重んじる気風となって、五星元との十番号を戦っている。療養からの復帰後は、 先日を稼いで相手に大模様を張らせて突入する、先方を多く取るようになり、北二流の土管と呼ばれた。1933年に、新州にて、合成年と議論を重ね、1934年安営十四段執筆により、過去域革命、新布石法を出版した。従来の隅から変へ、変から中央へと決められた定石からの脱却を目指し、 地と勢力の中央を行く。この理論は昭和の囲碁界をプロからアマチュアまで大きく変えていった。北には新布石構想のほかいくつかの荒手を打ち出している。現在も打たれる手もあるが、独特の感覚であるため他に真似する機種が現れない。手段も多い。付け引き定石の後は上辺白後に固く継ぐのが伝統的な手法であったが、北には、 可変のように駆け継ぐ手段を開発した。白7まで、一路広く開けるメリットがある。北には、付け引きではなく図白4の下がりを多用した。やや手がかかりすぎと見られて、他の騎士はほとんど使用しなかった。北二定石といった場合、この手段を指すことが多い。北には、小目一軒高係りに対し、白2に突き当たる手段を多用した。一角路3から9と進行する。 突き当たりはあまりに形が悪く、相手に光景を与えるとして全く他に打つ騎士が現れなかったが、北には新年でこの手を打ち続けた。北には騎士の育成に非常に力を注ぎ、神奈川県平塚市の彼の実家において北に道場を開き、彼の妻である北谷美春によって運営されていた。北にが療養中の1963年以降は、 梶原武雄が、いわば一門の師範代として厳しく彼らを鍛えた。主な門下生は、以下の通り。太とは、歴代最多獲得。弟子は、北に道場を、参照三高三男五条を設けている。50人以上の弟子を、プロ入りさせた、北にだが、実施でプロ入りしたのは一人のみ。三人の男子はすべて、東京大学を卒業した。ありがとうございます。